テレビ放送された最初の革命の一つでした1989年に当時のルーマニア共産党指導者ニコライ・チャウシェスク大統領は民衆放棄によって失脚しましたおよそ24年に及ぶ権力の座を追われチャウシェスクと妻のエレナは短い裁判からまもなく容赦なく処刑されました 今や市半世紀以上が経ち夫妻の前の邸宅が訪問者や観光客に一般公開されています邸宅はプリマベリー、春の宮殿と呼ばれ80もの部屋を誇りクリスタルのシャンデリアや映画館や室内プールまであります<お>そしてこの一方で国民の多くは貧困状態にあったのですしかしみんなが感銘を受けたわけではありませんでした 全くがっかりですもっと大きくて豪華な暮らしを想像していましたがつ,つましく見えます現代の贅沢と25年前に贅沢と思われていたものは比べ物にならないです夫妻が国のすべてを牛耳っていたことを思えばたとえ2000平米あってもこれはただの家です革命はルーマニアに民主主義の新時代をもたらしました そしてて革命以降邸宅はほとんんど使われてきませんでしたしたかし観光スポットとして公開されたことで共産主義時代の指導者について新たに関心が湧いていることがうかがえますチャーシェスク時代以降の変化が遅すぎると不満に思う人たちがいるだけに。